ニアミストプロスペース沖縄で検索してください。ラジオ沖の皆さん、こんばんは。声本ラジオのお時間です。今週も東京荒川区町屋スタジオよりお届けしております。今週はですね、ゲストとして、役者の斉藤昇くんに、ご参加いただいてます。ズームでね、ご参加いただいてます。はい、斉藤くん、こんばんはの、はい、おはようございます。おはようございます。どうも、斉藤昇です。お願いします。はい、今日はですね、金曜日、木曜日、木曜日ですね。今日木曜ですかね。で、木曜日の朝、はい、9時から、はい、あまりにも時間の調整が難しくてですね、すいません、ね、なっちゃいました。はい、はい、もう8時50分まで粘って僕はスヌーズで寝てましたけど、マジですか。8時に目を覚ましながら、10分単位でいろんなこうことを葛藤して起きましたね。うん、すごいな。最近起きるのがね、結構、はい、まあ、11時までにその今ちょっと会社に行くっていうのがあって、結構、うん、だから意外とこの時間結構早く起きてる。結構早め。そうなん、うん、そう。斉藤昇くんは、恋本ラジオで、はい、作品も何度か、ね、紹介もしてますし、あ、そうですね。何度かゲスト出てますね。あ、そうですね。何回か、はい、お邪魔させていただいてます。はい。今はね、役者業をやりながら、ちょっと最近演出もね、やっているという。そうですね。はい。はい、やらせていただきました。あれどうなってんの？え？いや、撮った作品見ながらいろいろ考えてますよ、ちゃんと。考えてるよね。尺が長いんでね。はい、前回のね、そうなんですよ。はい。はい。松、今 YouTube にもね、公開してますけど、VR ね、はい、VR 映像の朗読劇をね、うん、まあ、業界的に言うと朗読劇で、詳しく言うと軍属っていうね、はい、カテゴリー。そうですね。それを作品を斉藤くんと一緒に作ってて、斉藤くんが、演出、脚本をね、担当してるんですけども。はい。再生言ってますよね。うん、そうですね。誰が見てるんでしょうね。確かに。どういう世代の人が見てるんですかね。そう、だからまあ、聞き流しもできるし、VR でずっと見続けられる人は多分あんまりいないと思うんですけど。うん。まあ、その作品の続編じゃないですけどね。別のシリーズで、はい、今作っているものは、だいたい作品の尺が、3時間。そうですね、3時間ぐらいになっちゃいましたね。そう、3時間ぐらいになっちゃった。はい、このね、作品の今編集を今やってる最中という感じなんですけど、はい、はい、どうですか、まあ、その作品はまあね、まあ、応用し上げていくということで、この小山ラジオはですね、はい、毎回お伝えしてるんですけど、まあ、毎週日曜日の、はい、21時から21時、うん、15分までという放送の時間帯なんですけども、はい、沖縄県の那覇市と、まあ、もちろんアプリがあるので一応全世界に行けるという感じで、ね、うん、はい、で、お出入りの映画の話をしましょうよというコーナーがあるおかげでですね、はい、なぜかニューヨークでも聞いてる人がいると。ニューヨーク？やっぱりそういう方たちも聞いてくださっているということで、はい、はい、まあ、なんていうんですか、こうフレッシュな音声が聞けるというかですね、はい、うん、で、聞いてくださってるみたいなんですね、うん、はい、じゃあ、そういう方は置いといておかしいですけど、大多数大多数は、タクシーの運転手さんとか、うん、建設現場の、まあ、夜勤の方とかですよね、うん、まあ、9時に、まあ、今時も、あ、でもどうなんだろうね。今、在宅率が上がってるんで、はい。もしかしたらもうちょっとこう幅広い方が聞いてくださっているかもしれないし、うん。まあ、そういった層に向けてですね、まあ、意識しながら、まあ、発信していくっていうことをね、最近はね、うん、はい、考えていると。うん、おー、
えば、そうですね、今斉藤くん年齢がいくつでしたっけ？今32ですね。32歳。はい、32歳で、タクシー運転手はあんまり想像できないですね。そうですね。あ、車の免許持ってる？ちなみに車酔いがひどいので免許取ってないです。車酔いがひどい。はい、もともとその乗り物全般が得意ではなくて、ちっちゃい頃から結構ゲーゲーやってたんですよ。おー、はい、なんでちょっと車の運転もその車の匂い自体がちょっと苦手で。車の匂いが苦手。はい、おー、なんでちょっと運転はなーって感じで取ってないですね。その人の運転の横に乗ってるのも苦手。あんまり得意ではないです。あ、で運転はしたことないでしょ？でもないです、ないです。遊園地とかでゴーカートとか乗ったことある？もうないですね。あ、それもないんだ。はい、あ、そっかそっか、うん、あ、ちょっと待って、ちゃんと音声取れてるか今確認します。え、今そう、 そういう、ちょっとえマジか大丈夫かな、届いてますかね。ないですね。あ、それもないんだ、うん、はい、あ、そうかそうか、取れてますね。ちょっと待って、ちゃんと音声取れてる今確認することですかそれそういう感じだ。マジか。という感じで、続きをね、撮っていきたいと思うんですけども。いや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 。このね、この適当な感じがですね、しますけど、このラジオでですね、ちゃんとしてるコーナーは、はい、映画の話をしましょうよのコーナー以外は、それだけがちゃんとしていて、それ以外は本当にどうでもいい話しかしていないというですね、はい。はい、ね、3年目をもう迎えてね、4年目にしましたけども、はい。なんだかんだ毎週土曜日繰り返し続けてるっていうこのね、継続はなかなかだなと思いますけどね、うんうん、そうですね、はい、まあ今やね、一応スポンサーもついていただいてるというね、はい、イオニアミそうなんですね。沖縄の会社さんついてくれてるんですよ、一社だけ、うん、へー。あとはもう僕が今関わってる会社の CM を勝手に僕が流してるっていうだけなんですけど、そうそう、この2社の CM を流したんです。はい。ラジオ CM、ラジオね、CM をね、うん、流すっていうのは、しかも僕がナレーションしてるというね、はい、やりたい。はい。という感じのですね、斉藤君、斉藤君、どんな、はい、こう人間ですか、こう人間というか、どんな、はい、こと客観すると、どんな感じの人ですか。そうですね。それはなんかそのプライベート的な感じなのか、お芝居全般なのか、どういう感じですかね。いや、まあ、斉藤昇とはでしょう。要は。なるほど。斉藤昇とは、あまり後先考えずに、今を楽しむような人間ですかね。ああ、確かにそんなに深く考えてないよね。そうですね。うん。あんまりなんかそのくよくよ悩んだりだとか、めっちゃ落ち込むってことはあんまりないので、よりは、じゃあ次何しようとか、これやってみようみたいな、いろんなことに興味を持ってやっていく方が楽しいかなってところで、そんな感じで生きてますかね。おー。それすごいですよね。前向きですよね。うん、そうですね。この中のね、ネガティブ思考の人に、ちょっと分けてあげたいぐらいのポジティブということですね。ということで、今週もおのゆりの映画の話をしましょうよのコーナーのね、お時間がやってまいりました。まだ音声が届いてないので、尺がどんぐらいなのか、だいたい10分ぐらいで刻んで、また話を伺っていきたいと思います。はい。きれい、10分。で、同じとしたらですね、まあ、10分ぐらいで収まるという想定にしといて、多めに見て、多めに見て、まあ、10分以内に収めてくれって頼む。逆にね。
て、ちょっとね、じゃあこの CM がありますので、ちょっとね、これ流して、はい、はい、はい。光触媒コーティング、イオニアミストプロの施工をするなら、沖縄県で実績、知名度ナンバーワンの棚ごっ光触媒コーティング、イオニアミストプロの施工をするなら、沖縄県で実績、知名度ナンバーワンの棚心にお任せください。三栄那覇メインプレイステ、市役所、各種教育、医療機関、一般家庭などで高い評価と信頼をいただけているのは質の高い技術の証。感染力の高いウイルス感染を防ぎたい。ハウスダストや花粉、タバコや嫌な匂いを減らしたい。このようなお悩みにはイオニアミストプロ。1時間程度の施工でウイルス減少率 99% 台を実現。しかも効果は長時間持続されます。詳しくはインターネットでイオニアミストプロスペース沖縄で検索してください。私たち株式会社三省ホームサービスはお客様の大切なお住まいをこれからも見守り続けます。お客様からいただいた貴重なご意見ご感想を軸に成長してまいります。10年後も20年後もお客様の心に残り続ける会社でありたい。株式会社三省ホームサービス、という感じのですね。ほう、これも全部中井さんがやってるんですよね。ほう、え、一番最初の CM の方がスポンサーの企業の方ですかね。そうそうそう。ほう、でまあ、なんだかんだね、はい、何も言ってこなかったんだけど、しばらく何ヶ月もやる気ない。あ、そうなんすか。やる気ないのかなと思ったら、ナレーションの、あの内容を変えてくれみたいな、結構やる気あったみたいな。じゃあ行く。へぇ、続き行きますね。はい、はい、ということで、オノイルの映画の話をしましょうよのコーナーを聞いていただきました。はい、はい、斉藤君、あのこれね、毎回ね、はい、聞いてるんですけども、映画は見ますか。はい、映画はそうですね、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、映画というかビデオが家にいっぱいあって、で自分が生まれた年ぐらいにやってたような香港とかの映画の霊幻道士とかっていうキョンシー映画があるんですけど、それをちっちゃい頃擦り切れるまで何回も何回も見てましたね。擦り切れるまでキョンシーを見てた。はい、普通じゃないよ。いやいやいや、普通普通。じゃあキョンシーの真似とか相当してたってこと。あ、しましたしました。逆、学校の方でも普通にキョンシーごっこやってましたよ。キョンシーごっこって、はい、何するの。キョンシーになりきって、両手前に出して、で、ぴょん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 飛び跳ねて、鬼ごっこみたいな。まあ、キャーみたいなね、怖い、来た。そうですね、はい。あ、でも札貼ったら止まるんじゃなかったっけ、教師って。あ、そうです、そうです。はい。え、教師ってゾンビだっけ。なんか噛むんだよね、噛むんじゃなかったっけ、左の首が。あ、そうですね、まあ、中国版のキョン、ゾンビみたいな感じなんですけど、うん、だゾンビよりも、その体が硬直しちゃってるので、なんで走ったりとか歩いたりとか基本できなくて、なんか飛び跳ねて相手を追いかけて、で噛みついて感染していくみたいな感じですね。最終的にどうなっちゃうの。え、最終的にいいんですか、その話って。ああ、まあ作品ごとにやっぱ違いますけど、まあ、キョンシーを倒して、まあ基本コメディなんで、うん、キョンシーを倒して、最後また、ああ、また出ちゃったみたいな、うん、新さん、キョンシー出てきたとか復活したみたいな
ところで終わるパターンが多いですね。あ、そうなんだ。はい。本心はなくなら、まあ、別に消滅せず。はい。その中の話というのは、キョンシーをかなんていうのと戦う人と、キョンシー戦いの話なの、はい、基本は。あ、そうですね。基本、あのキョンシー対、あの、まあ、キョンシー退治の専門家の同士っていうのがあって、その同士とキョンシーが戦っていくっていうのが基本のスタンスの話ですね。なるほど。うん。ああ、まあ、でもやっぱ有名は有名よね。面白いか面白くないか置いといて。うんいやいやいや、面白い、面白い。まあ、確かに教師ごっこしてたからね。やっぱあの動きが面白かったんだろうね、はい。そうですね。うん。シンプルで。全く覚えてないもんね。え、うん、そうなんですか、うん、あのベストキットレベルぐらい覚えてないよね。え、あ、そうなんですか、ベストキロワックス取るみたいなね。なんかうん。ってそこだよね、一生残るものってさ、うん、うん、うん、いやでもね、中国映画、はい、最近ね意外とアマゾンプライムとかで見れるんですよ。はい、あんまり日本で見れないじゃないですか。まあそうですね、うん、昨日見たのがね、昨日見たんですよ、さっき。はい、カン、あの三国志、うん、あ、はい、三国志の関羽のが主人公の、うん、まあ、映画です。まああんまりその関羽の一生涯というよりかはもう、はい、大将軍になっている関羽が、うん、劉備の、あ、じゃあ曹操のねとこにこう捕虜になるんですけど、はい、で結局、うん、捕虜に5つその捕虜なのに曹操軍をちょっと手伝ってめちゃくちゃあの活躍するして、はい、劉備の奥さんもちょっと人質になってたんですけど、うん、それで一緒にまた劉備の元に戻る途中でまたいろいろ邪魔が入って、まあ、うん、っていうのが本当に一場面でしかないんですけど、はい、何がすごいってね、映像がすごくなっててめちゃくちゃ中国、まあそのあのまあ関羽といえばものすごく大きなナタ持ってるでしょ、あの、はい、はい、あれをもうバンバン振り回して、そのまず、うん、シーンがめちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、と思って、なんかまあある意味こう武器を持ったジャッキーチェンみたいなぐらい、あすごいスピーディーで、あの、うん、あの見入りましたね、うん、あとその、うん、イメージ、僕らも三国無双とかもやっちゃってるんで、あのあキャラクターがでかいっていうイメージになっちゃってるんですよね。強い。そうですね。巨人みたいな。じゃないですか。うん、ただ、はい、人間なんですよね。あの大きさが全然。もう身長がじゃなくて、もう全然なんか170センチちょいぐらいの普通の人なんだけど、めちゃくちゃ強い。うん、もう近い。本当にそのや映像上の映像、見た目の大きさはさ普通のなんか人間なんだけど、うん、一発は三国無双と変わんないって感じ。回し一瞬で30人ぐらい死んじゃってるみたいな。すげえ強い。それを映像でやってるからすごいんですよ。人やってるから。それはね、すごいなと。中国映画もやっぱりお金かかってるなっていうかね。最近は。そうですね。一時期ほらハリウッドから中国ってすごい流れた時期があるんですけど、やっぱりありますね。予算がやっぱり、ね、やっぱ中国がすごいですねっていうのが感じましたけど、うん、あのキョンシーも中国映画なの？まあ一応香港映画ではあるの、そうですね。一応中国くくりの。そうか、中国圏だからね。はい。香港映画はそうか、昔から日本にいっぱい入ってきてるんだね。そうですね。うん。じゃあエリアで言うと結構。そっちアジア寄りの映画が好きな。いやでもなくて、それがそのちっちゃい頃の話で、で中学生とかぐらいになってきた頃にはやっぱそのちょうどあのハリーポッターとかが流行った時代だったので。斉藤君好きそうだね。いや好きですね。はい、はい、なんかそっからは。ああハリーポッターって、あの、はい、ハリーポッターをね、やっぱ僕もね、ハリーポッターが最後まで見れない人なんですよね。
なんかね、見れ最初見ようと思うんだけど、なんか飽きちゃうんだよ。はい。なんか。え、飽きる、うん、飽きるというか、その、なんか、多分ね、少年少女の、はい、こう冒険みたいな話があんまり好きじゃないのかもしれない。リアリストだ。あんまり最後まで見れた記憶がないかな。はい。え、それなんかそのファンタジーがダメとかじゃなくて、じゃあそのスタンドバイミーみたいな、ああいうのもダメですか？スタンドバイミーダメだった。ダメなんですか？うん、あの主題歌だけは好きだけど。そこだけ？スタンドバイミーってあれだよね。はい。Daddy stand by me だよね。あ、そうです、そうです。はい。B.E. キングだよね。はい。だよね。それだけは分かってんだけど、一切映画映画を見てみたいけど、途中で寝てたね。うん、よくわかんない。なのになんか、あの自分自身も脚本書いて、スタンドバイミーみたいな本ですねって言ってくれた人いたんですよ。あれみたいな、うん。全然影響受けてないのに。受けてないのに。まあ、作品知らないんで、そう。できないもん。うん、まあ、唯一少年の話で言って見れたの E.T. ぐらいじゃないですかね。多分。あ、うん、だから E.T. とかはなんか心の通い合いがあっていいんですよ。はい、うん、そう。でもなんだ、あとはね、少年少女だと犬が出てくる話とか動物とか、はい、うん、なんかそういう交流があるもの、うん、こういうものは見れてるかな。うん、なるほど。何が感動系だよね。感動系。ああ。出会い別れ系じゃん、それってなんか。はい。なんか、ハリー・ポッターって出会い別れ系じゃないじゃん。なんか、なんか、まあ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 。魔法の学校。大筋やっぱ、うん、ファンタジーですからね。ファンタジーだよね。うん。でも、ユニバーサル・スタジオ行ったときは、ちゃんとハリー・ポッター乗ったけどね。え？しかも、結構楽しみましたよ。うん。そう、ハリーポッターいいと思うんですけどね。自分がそのライトする分にはむちゃくちゃ面白いんですけど、うん、見る分にはいい。何が あれはどんな内容なの？ちなみにやっぱり敵がいいの？あ、そうですね。一応ボルデモートっていう、まあ、宿敵がいて、はいはい、でもともとそのボルデモートが主人公のハリーのお父さんお母さんを殺したんですよ。なんで、ハリーにとっては仇ですね。うん、なんですけど、そのボルデモートとハリーにも何かしらつながりがあってみたいなところが主軸になってて。で、そのハリーの成長とともにシリーズが進んでいくことにいろいろ秘密が明かされていくみたいな、そういった壮大な話になってます。そんな話なんだ。はい。壮大な話だね。そうなんですよ。なるほど。そうか、まあ、世の中にハリーポッターファンいっぱいいますからね。うん、そうですね。いや、物の見方っていうのは難しいですね。なるほど。ハリーポッターね。はい。ロード・オブ・ザ・リングは違うの？これはロード・オブ・ザ・リングは実は見てないんですよ。ロード・オブ・ザ・リングは好きなんだけどね。あ、そっちは好きなんだ。そう。なんだろう。なんか壮大感をそっちの方が感じてるのかもしれない。なんか。ああ。うん。一回ちょっとロード・オブ・ザ・リングで、よかったら見てみて。はい。はい。ロブリンとかね、いろいろ出てくる面白いキャラクターがね。うん。よくモノマネしてましたね。モノマネ？あるの、結構特徴なの的なのよ、みんな声とかが。うん、そうなんですね。そう、ホビット族っつって小人のわけですよ、はい、そいつの中のなんか戦士みたいなやつがなんか戦ってなんかつけるんだけど、うん、映像がまず当時で言うとすごくクオリティ高いなと思ってた。うん、うん、まあでもやっぱり映像と音だよね、やっぱりね、引きつけるのは、ね、そうですね。うん、そう、はい、なるほどですね。あとはあれですか、じゃあ映画はまあじゃあそういう話として、はい、まあ、基本的にはまあ楽しい感じのものを見るのが多いということですね。そうですね、基本はそのコメディ系だったりとか、あとハッピーエンドで終わるものが
好きですかね。あ、じゃあ、あの基本的にホラーみたいな、そのハッピーで終わらないものが、うん、まあ、なんだったんだみたいなものはあんまり、はい、あんまり、いや、あ、そうですね、あんまり見ないんですけど、ただそのなんだろうが、無性になんか年に1回か2回ぐらい見たくなる時が来る感じですかね。おお。うん。見る時はあの普通にテレビで見るの、それともネットフリックスとかそういうので見るの、それとも映画館で見るの。基本は動画配信サービスで見ますね。あ、動画配信サービスで。うん。なるほどね。もう動画配信サービス、そうだね。僕もね、この前までナルトをね、全部見ましたけどね。お、やっと全部制覇して、今、ボルトを見てる途中なんですけど。はい。なぜかネットフリックスが突然アカウントが消えまして、一昨日ぐらいに。え？いや、なんで？何が起きてるのかね。なんか、うん、流出したからアカウント消しましたって、なんか、なんとなくそんな感じのことが書いてあって。はい。何なんだろうと思いつつ。うん。うん、まあ、ネットフリックスのアカウントがなくなっちゃったという話ですね。そんなことあるんですね。本当にびっくりして、うん、まあ、とりあえず今、Hulu は残ってるんで、Hulu と、うん、まあ、Amazon プライムもあるじゃないですか。だから、はい、Amazon プライムと Hulu と、あと最近契約したのがダズンですね。ダズン？ダズンはね、スポーツのチャンネルなんですよ。スポーツの配信。うん、やっぱプロ野球は全試合見れるんですよ。アーカイブとライブ中継両方全試合あれ見れるんですよ。あのフルで、うん、あのサッカーも見れるんですけど、サッカーは基本僕見ないんで、まあ、今年はあの阪神が強いんでね、阪神タイガースにすごい佐藤輝明選手って優秀な新人が入ったんですよ。うん、選手のホームランが見たいとかね、うん、面白いのと、あとテレビがつまんなすぎるっていうのが一番の要因。うん、テレビの番組がつまんなすぎて野球見たくなっちゃうですね、うん。うん。スポーツは何かやってきたの？スポーツはでもちっちゃい頃にバスケットボールを少しかじったぐらいで、あとはあんまりやってないですね。バスケ？おお。はい。あんまり、あ、スポーツはそんなに万能ではなかった。そうですね。多分中ぐらいですかね。普通ぐらいで、特にうまいわけでもなく、下手なわけでもないみたいな。なるほど。うん。どんなことして遊んでたんですか？そのじゃあ、少年時代は。少年時代ですか？まあでも、低学年ぐらいの頃は、やっぱりその鬼ごっことか、かくれんぼとか、まあ基本外に出て遊んでることが多かったですかね。うん。あとはなんか多分、自分が、高学年ぐらいかね、もうちょっと前かもしれないですけど、ぐらいの頃にちょうどゲームボーイが出たので、うん、そっからはなんか公園でゲームボーイをするとか、うん、あとはそのミニ四駆が流行った時期だったので、ミニ四駆をこう道路で走らせるとか。道路で走らせる？そうなんですよ。かなり危険だね。そうだったっすよね。はい。まあ一般的な少年の遊びですね。そうですね。うん、ゲームボーイは通信対戦とかもしてたの？友達とかの。あ、そうですね。ポケモン買ってやってましたね。ポケモンか、なるほど。うん。一回り違うから、やっぱポケモンとかがゲームボーイでできるんだね。そうですね。カラー？まあ、カラーもありましたね、あの時は。でも一番最初は普通白黒でした。あ、白黒だよね。うん。懐かしいよね、ゲームボーイね。そうですね。任天堂だよね。そうですね。ポータブルゲームだもんな。考えたらすごい、ね。うん。はい。うん。まあなんか夢のあるものだったよね。そうですね。うん。でミニ四駆をやったと。でミニ四駆は結構僕もやってたんですけど。あ、そうなんですね。近所にねやっぱねあってねやっぱそういうミニ屋さんというかそういうあるでしょ、おもちゃ屋さん。あ、はい、模型店とかで。そう、模型たそう、はい、そうそうそう。で店の前にコースがあって、うん、ありましたね。待ってね、あれ楽しかったですよね。
楽しかったですね。で、一回ね、僕、おばあちゃんにね、誕生日プレゼントコースを買ってもらったことがあるんですよ。はい、で、やっとこう、友達を家に呼べるぜみたいな感じで、うん、組み立てたんですけど、あの、道幅狭くて、ワイドタイヤがはまらないっていうね。え一度も走らせられることなく廃棄処分っていう、うん、なんかさ、もったいない。あのもうちょっといいやつ買えばね、タミヤの、うん、レース用みたいなやつのね、あの、うん、こうコースまたぎみたいなあのついてるやつあるでしょ、みたいな。はい。あのそれを買えばね、おそらくそんなことはなかったんでしょうけどね。うん。でも今ミニ四駆また来てますよね。そうですね、なんか知り合いの役者さんたちもなんかやってるよみたいなツイッターも流れてたりするし、そう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 、うん、大人連中、あの周りのね社長連中も結構やってます。あ、そうなんですね。まあ楽じゃん、やっぱり。うん、コースで走らせるだけだし、はい、自分とかと違って操作しなくていいし、あの、まあ、そうですね、運びがね、うん、便利だ。そうですね、それも便利だし、あとやっぱ自分の好きなように改造をしてっていうのが楽しいですよね。そう、そのコストが安いからね、車を、うん、車を改造したらね、何百万でかかっちゃうんでね。そうですね、うん、そう、そういう意味では、まあ、結局は自己満足の世界なので、でもミニ四駆のレースの動画見たことある？レースの動画ですか？そうですね、ちっちゃい頃は何回も見てましたね。今も YouTube でも上がってますけど、うん、めっちゃ早いよね。うんうん。もう、で、なんかもう本当になんかもう、その一瞬で勝負がなんかこう、まあ多分、なんていうか、飛んでっちゃったりするんだよね、カーブとかでね。あ、そうですね、曲がりきれなくてね。え、3万回転モーターとか使ってた？いや、そこまでそのお金がなかったので、普通の。あのレブチューンとかトルクチューンとか使ってましたね。ハイパーダッシュモーターとかじゃん。あ、ぐらいがギリっすかね。あれね、あのギア改造とかしてなかった？ギアというよりは、あのシャーシとかボディの改造してましたね。なんか本当わけわかんないこといっぱいやってたよね、俺も。なんかそうですね。ギアボックスに穴開けて、なんかギアとギアを、うん、なんかもう本当多分理屈ないんだよね。多分絶対理工学系とか専攻してたらお前それ全然意味ねえよみたいなことなんだけど、うん、意味あるみたいな感じで、はい、なんかやってましたね。いろいろくっつけた、はい、うん、そうそうそう。まあ今のね、このね、あのタクシーの運転手さんだしもね、多分ミニ四駆ね、いや俺は別にガッツの車転がしてっからいいんだよみたいな思ってるかもしれないけどね。あのぜひね、サボるときね、沖縄の海で走らしてほしいよね。海で海に飲まれて終わるっちゃう、ね、終わっちゃう、終わっちゃう。斉藤君、沖縄行ったことあるんですか？沖縄ないです。はい、はい、とかは行ったりするの？いや、旅行も全然行かないっすね。なんで行ったことがあるのが長野とあと京都ぐらいですかね。長野と京都、はい。なんかこう興味というか、そのなんかマイホビーというか、なんかマイライフスタイルというか、そういったものはどうなんですか、こう斉藤君は。こういうことをしていくことの中で楽しさとして生きてんだよみたいな。そうっすね、やっぱりその日々、まあ、舞台が好きなので、まあ、舞台見に行ったりだとかもしたいし、あとなんだろう、結構一人でいることも好きなので、なんでそのどこにいるかっていうよりは何をするかっていうところになんか重点を置いて生きてる感じですかね。はいはい、ああ、なるほどね。いや、別に場所はどこでもよくてってこと？そうですね。あ、なるほど。場所、そうだよね。まあ、それはまあ、確かに分かるっちゃ分かるけどね。うん。一人でいることが結構好きな人、最近多いよね。おそらく。そうですね。うん。別に孤独を感じないってことでしょ？そうですね。なんか一人は一人なりの楽しさがあるので。なるほど。で、舞台、まあ、いろんな、まあ、友達だったりとか、役者仲間が出演してる舞台見に行ったりとか。はい。
あとその全然関係ない人の舞台を見たりする、知らない。そうですね、こうツイッターみたいで気になる舞台があったらフラーと当日券で見に行ったりとか。おー、すごいね、すごい見に行ってるね、うん、そうですね。今度あの高橋ルナちゃんの舞台は僕見に行こうと思ってるんですけど、最後だっていうの。はい、うん。斉藤君も行く？そうですね、5月中旬ぐらいでしたよね、確かね。下旬だったかな。そう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 。うん、まあ最後だっていうのね、みたいな。そうですね。はい、応援に行きましょう。ね、いやいやいや、まあ役者はね、やっぱりそのいつまでも続ける人もいればね、うん、続ける人もいますからね。うん、そうですね。斉藤君的にはずっと続けたい方ですか？そうですね、もともとその20代中盤ぐらいで一旦ちょっと体調崩して辞めちゃった時期があるんですよ。はい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 、はい、でその後体調戻ってきたし、その普通の生活しててもなんか物足りないなっていうのがあって、それでジャットさんに関わってまた再開したって感じなので、なんでまあ、健康が続く限りはやっていきたいなと思ってます。あ、なるほど。健康っていうのは体調が大幅に崩したりするときあるってことなの？いや、たまたまその時はその病気で一旦崩しちゃったんですけど、はい。特に今それは別に大丈夫、克服しているというか別に問題ない感じ。そうですね、あまり関係ないかなって感じです。おー、なるほどね。芸能を目指したのは何歳ぐらいかな？いや、でも15とか6とかぐらいですかね。あ、結構早いんだね、でも。はい。最初は、まあ、というのもともと、うん、はい。というのは何？はい、もともとその中学校の頃に、まあ、ちょうど中学2、3年ぐらいですかね。高校どこ行くかとか普通あるじゃないですか。はいはいはい。うん。なんですけど、ちょっと家にお金がなくて、その高校行けないぞってなって。家にお金がなくて高校行けない？そう、はい、はい、っていう家庭環境だったんですよ。おお、はい。で、じゃあどうせその仕事するんだったら好きなことやりたいなっていうのはずっとあったので、はいはい、はい。で、ちょうどその時そのアニメとかが好きだったので、友達からこういう声優って仕事があるんだぞってことを教えてもらって、おお、はい。で、自分で1年間そのバイトをしてお金を貯めて声優の養成所通ってみたいなところがスタートですね。まあ、そこすごいよね。バイタリティあるよね。はい。じゃあ高校は踏んでもないってこと？高校、そうですね、高校の教室とか全然知らないです。おお。え、定時制の高校も行こうとか思わなかったんだ。そうですね。なんかそういったのも全然、まあ、知識もなかったし。声優にもなるんだみたいな思ってたから別にいいやみたいなのもあった。そうです、そうです、ありました、ありました。まあ大人とくし、まあ今から考えれば甘く考えてるというか甘く考えてるけど、でもそうですね、こう考えちゃうんだよね、それは。うん、はい、これも実際そうだったし、うん、そこで甘く考えてた。甘いというか甘いわけじゃなくて、別に夢に対して向かってんだから別に甘いわけじゃないじゃん、別に。はい、実際向かってね、今現状は別に、ね、関わってやってるわけだしね。だから、そうですね。まあそれは好きなことをやってるわけだから全然、うん、いいと思うんですね。はい。なるほど。でも公立の高校だったらまあいけるでしょ、普通は。そんなにいけなかったの？そうですね。なんかまあ借金とかもあったらしく。ああ、もうだから。はい。そうか。高校に行けないってなかなかだね。うん、そうですね。子供の意思でね、なぜ行かないっていうのはよくありますけどね。はい。いや、親の都合で行けないってなかなかだね。そうか。その時は何？埼玉県？そうですね、埼玉いました。あ、そう。でも時代的にも別にその埼玉だって学費支援とかもあったでしょ？まあ、多分ちゃんと調べればそういうのがあったかもしれないんですけど。あ、だからあの、ね、あの親御さんもそこまでも調べてないしみたいな、うん、とこもあったんでしょうね、うん、まあそうですね、基本そのうちの家庭環境が放任主義なので、
公認主義。はい。まあいいのか悪いのか、結果的にはどう思ってますか、振り返ってみて。まあでも結果的にはまあ好きなことをやらせてもらってるし、なんかまあそういったその仕事のことで文句も言われないので、ああ、まあ自分的には全然満足してますね。ああ、なるほどね。はい。まあ結果的に今の時代っていうのは回り回って、ある意味そういう自分の好きなことに対して行動を起こせる人間の方が有利な時代に今なっていってるじゃないですか。はい。まあそういう意味で言ったら良かったのかなとは思いますよね。うん、そうですね。まあ学歴が本当に欲しい場合、必要な場合っていうのはやっぱりその就職先ありきなってきたので、それが学歴じゃない場合は、まあ必要なものは自分で勉強すればいいっていう形ですからね。はい。なるほど。じゃあ今までなんか資格とかは取ったことあるんですか？そうですね。ちょっとバイトというか、まあ、お仕事の関係で、一時期その保険会社のコールセンター、はい、はい、で働いてた時期があって、その時にその生命保険だとか、まあ、損害保険のその勧誘とかをするときに必要な資格っていうのがあって、はいはいはい、それを取ったことありましたね。損害コインが使うやつだよね。はい。なるほど。コールセンターでじゃあ保険の興味ある人に対して保険の案内をするという必要があるから、そこで、はい、知識を勉強したわけね。はい。まあでもそういう勉強でも役者やってたらさ、文章なんてめちゃくちゃ読むから、やっぱそれで勉強になってることも多いでしょ。そうですね。なんかその台本読んで知らない言葉調べたりとかっていうのももちろん勉強になりますし、ね、そうだよね、うん、はい。あと作品によってはその歴史背景も調べて、あ、こういう出来事があったんだとかっていうのも勉強になりますね。必要な時に必要な知識を学ぶのが一番だということですね。はい。という感じで、あっという間にですね、お時間が来てしまいまして、まあ、早いな。そうなんです。このね、Zoom ラジオ出演というのはね、気軽にできるので、またまたぜひ、はい、していただきたいなと。まあ、合同のね、ラジオも今度やりましょう。ということで、最後にありがとうございました。また、ありがとうございました。はい。どうも。はい、ありがとうございます。バイバイ。光触媒コーティングイオニアミストプロの施工をという感じで、はい、ございました。ありがとうございました。これからあれね、出勤。はい、これからお仕事です。はい、私もそうでございます。はい。じゃあとりあえず天切り松に関しては、はい、斉藤君の構成待ちでいいんだよね。そうですね。一応その5月中には構成まとめて、で一応5月中に何回かチャットに行かせてもらって、実際編集立ち会いたいなと思ってるんですけど。あ、なるほどね。はい。じゃあそれはちょっと連絡ください。また、うん、はい。あと VR カメラの残像というかあるじゃないですか。あ、あれは最後に消さないと。最後に消す。あ、最後に。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。はい。消すっていうのもね、一本にしてから消した方がいい、うん、はい。あとなんか全体的にその多分照明が強すぎたのか、顔が飛んじゃってるところがあるので、それもなんかこう照明を抑える感じにしたいなっていうとかいろいろあったりするので、また連絡をします。わかりました。はい。頑張りましょう。はい。じゃあそんな感じで、じゃあ、はい、頑張りましょう。またね。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。